を作り作るために技術いっぱい使って、だから後ろに技術使ってるんですけど、でも本当はお客さんを見せてるものは魔法ですね。リアルセンスたくさん特徴があるんですけど、まあアダプティブトリガーとハプティクスは大きなリアルセンスの要素かなっていうふうに思ってます。こういうのを通じて、あ、自分は今ゲームの中に存在しているんだみたいな感覚が作れるのが本当に素晴らしいデバイスだと思います。今までできなかったそのフィジックスの表現っていうのがいろいろできるようになって、はい、まあ、例えばそうだな、水の表現、出した水がちゃんと地形に沿って流れて、さらにそれに触ることができてとか、そうそうそう、でしかもそれに触れた時にちゃんとハプティクスが感じられる、当たってるっていうのがちゃんと手の中で感じられるっていうのがすごい重要で、そうそうそう、これも、まあ、地面が柔らかい、このなんだろう、布の中に空気が入ってて、でアストロがそれを踏んだらちゃんと変形するっていうのをシミュレーションしてるんですけど、これはすごい各ボールを感じられますから、シンプルでジャイロで左右って動かすだけなんですけど、まあ、今本当に左に傾いてる、右に傾いてるっていうのが感じられるすごく楽しいですね。コントローラーですけど、でもそのコントローラー移行気になることは、まあ、そうですね、我々そのトリニティって呼んでるのが画面からの視覚的なアウトプットと、まあ、あとはサウンドですね、まあ、テレビからのサウンド、あとはこのパッドからもサウンド出せるので、このサウンド、この3つが完全に一致しているっていうのがとても大事で、あらゆるインタラクションに我々はこの3つを、今まで一人で、まあ、してた仕事をもう一緒にプログラマーさんとか、あと、まあ、アニメーションの人にちょっとこれだと分かりにくいから、もうちょっとこういう風にしてくれないとか、本当に各セクションをみんなでなんかこう作るみたいなことがちょっとユニークかなっていう感じがしますね。素晴らしい、まあ、もちろんそのテクノロジーが分かる人が見たら、あ、このシミュレーションすごいとか思ってくれるとは思うんですけど、This theme of magic and techno magic always comes back with Chimasogi. For us, it's all about using all that technology and really giving people something magical.